こんにちは。漢詩を読んでみませんか？今回は南宋の詩人陸游の詩を読みます。画像ですが、旧古書院より出ております和国本漢詩修正の第16冊に収める法王先生師匠の一部を切り取ったものです。法王先生というのは陸游のことで、法王が陸游の号になりますね。今回読む詩は「ゴム」と題する詩、昼寝の詩です。第1句「花肌アイス」勇壮ゴムの長きよ。花肌アイス、勇壮ゴムの長きよ。奥の部屋で長い昼寝は何ともいい気分。苦、苦いという字ですが、これは花肌と読みます。勇壮ですが、奥の部屋の窓を意味しますが、つまりは奥の部屋ということです。それからゴム、これは昼の夢ということで、昼寝を意味します。第2句、このうちに夜としばらく相忘る。このうちに夜としばらく相忘る。この昼寝の中で世の中のことをつかの間考えずに済んだ。このうちですね、つまりは、昼寝を指します。それから夜ですね、これは俗世の細々とした煩わしいことを指します。第3句、火山の諸子もしまみゆるを許さば。火山の諸子もしまみゆるを許さば。眠るので有名な火山の隠者の陳湛殿にお会いできるのであれば、ね。火山の諸子ですけども、これは本名陳湛という人で、五代から宋代にかけての人です。火山に隠生していた人で、一回寝るとですね、100日以上起きてこなかったという伝説があります。眠りの名人なんですね。陰性していたんだけれども、北宋の世になって、ですね、出仕した、歴史書の中では書かれています。最後の句です。先方を求めず、水泡を求めん。先方を求めず、水泡を求めん。仙人になる方法など教わらず、どうやったら長く眠り続けられるかを習いたい。隠者ですから、仙人になる方法をですね、編み出そうとしている。でしょうけども、陸游さんはですね、その人に仙人になる方法よりはですね、眠る方法をですね、教えてもらいたいと。それほど、昼寝があまりにも心地よかった。もっともっと寝続けたい。そういうふうにいいですね、読んで、いますね。それでは、訓読と口語訳を確認します。花肌アイス、勇壮ゴムの長きよ。このうちに夜としばらく相忘る。火山の諸子、もしまみゆるを許さば。先方を求めず、水方を求めん。花肌アイス、勇壮ゴムの長きよ。このうちに夜としばらく相忘る。
火山の諸子、もしまみゆるを許さば、先方を求めず、追放を求め。奥の部屋での長い昼寝はなんと心地よいことか。この中では、煩わしい世間のことをしばらく関わらずに折れる。一旦眠ると100日以上出てこなかったという火山の隠者にお会いできるのであれば、仙人のなり方などより眠り続ける方法を伺いたいものだ。多いんですが、下表七様の陰、一句目、二句目、四句目の最後の字、長、坊、宝です。この詩は、陸遊の詩集、剣南四行では、巻七に、収められています。千秋蓮によれば、順基三年、成都での作、作者52歳の時のものです。表則ですが、左側、赤い字で示していますね。二字目、四字目、六字目について、表則が裏返しになっていることを確認できますね。最後に北京語で朗読します。吾梦苦爱幽川吾梦长，此中与世藏相往。画商处世如容剑，不觅仙方。蜜水方，苦爱幽窗午梦长，此中与世藏相往。华山处世如容剑，不觅仙方蜜水方。最後までご視聴ありがとうございました。